尾鷲市の大ちゃん渡船さんにやってまいりました。本日ご同行いただきますのは釣り武者から白マッチです。あ、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、今日乗せていただいた磯はどこにありますか？うん、尾鷲のこう縦紙っていう磯なんですけども、はい、独立したっていうんですかね、うん、ごつ広いそうですね、磯の中の、たてがみでもこれはどっちかって言うたらこの向こう西川っていう、ね、本場って向こうにもあるんですけども、うん、ほんで潮がね今日はこう左側に似てるんでここがまあ本命ね、でもう大ちゃん渡船が気を使ってあげてくれてるっていう感じですけどね、はい、シーズン的には今は秋の群れ狙いから冬へ。今はそうですね、はあはあ、うん、まだこう水温というより、うん、水温が高いんで、うん、あのまあ、ちっちゃいサドルとかいてるんですけども、うんうんうん、これから、まあ、秋からこう、まあ、冬、はい、ね、三重県独特 の、 あのグレ釣りが始まるシーズンになりますよ ね、 ね、はい、いいタイミングに。そして今日もう一人、うん、ホープを連れてきてもらいましたね、はい、そう、ホープ、ホープ、ね、あの釣り武者スタッフ の、 あのまっちゃんっていう、まっちゃん、若い子にちょっと釣っていただこうかなって、ね、今ちょっと奮闘しております。ここ場所は初めてだそうですね。みたいですね。和歌山とかは結構行くんですけど、ね、まあ、三重県っていうのはこうなんかこう水深があって、と独特な釣り方があるんでね、うん、ちょっとその辺をちょっと勉強していただきたいなと。わかりました。じゃあ一日楽しみます。よろしくお願いします。豊かなフィールドで釣りができる喜び、パーフェクションインフックスオーナー。海上釣り堀さだまるでは美味しい魚を食べてもらうため自社生産の魚にこだわっています。高速インターからたったの5分、皆さんのお越しをお待ちしております。さだまる最高。今日はオキアミの生3キロと、就業材1袋、もうちょっと何回かに分けて練って作ってます。なかなかいっぺんにやると混ざらなかったんで少量でやってます。僕はちょっと刺しやすいんで頭切ってから刺すようにしてますね。浮きは、釣り武者の4プラス2ですね。キバウキ攻めラージの4プラス2ですね。多分この間からずっと冬の風吹いてるからちょっと荒れちゃうかな。お魚さんがちょっとおさぶいちゃうんだって言うんじゃ。下がっていく21度と上がっていく21度ともう全然ちゃうからね。ずっと冬話題になってからちょっと魚がこたつへ戻ったとかな。もう出たらボンって出る感じやろうな。あの、うん、地合いちゃう多分。まあ、キーハンドこんなもんよ。結構初めて釣った時のグレーがなんか忘れられんくて、僕アユ釣りもするんですけど、グレー釣った時のなんかこう感動というか衝撃が忘れられんくて、それでハマりましたね。ちっちゃいグレーだったんですけどめっちゃ嬉しかった。白本先生にはちっちゃい言われてるけど、やっぱめっちゃ嬉しかったです。あー外れた。
本当やったら左から右に行く方がいいみたいですけどね。ね、逆になりましたね。朝とはちょっと違いますね。ね、魚系がなんか出てきましたね。あー違う違う、下手者。何でした？下手者、下手者。三の字？三の字かなんか。あー釣れそうなんやけどな。サモ行きましょうか。いや、おお、大きい大きい。よいしょ、念願の群れちゃんかわいい。はい、来ましたよ、来ましたよ。やっと来ましたね。ちょうどね、仕掛けチェンジされてる時に、はい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 、はい、浮きを私右から左にずっと流してたら、はい、はいはい、初の浮きのいいあたりで瞬間入りまして、瞬間入りました。 ありがとうございます。今からですね、急ぎ割ですか。急ぎ割です。急ぎ割れ言って見えたから同じようにしました。はい、ドキドキ。はい、ブレゲットです。今日の仕掛けはあのオーガハンドの 1.25 ですね。 1.25 の 5m でリールが、ダイワのインパルト 3000SH っていうやつですね。でミチードが 1.75、 ハリスも 1.75、 浮きがね、起爆攻めの 4+B っていう浮きでやっております。で針が、一角の、7号っていう針でやってますね。今日は釣り武者のオーガハンド125の50とリールは3000番、ミチードは175、ハリスも175でやってます。浮きは、釣り武者のキバウキ攻めラージの4+2ですね。キワキワ作戦やっちゃう。キワキワ作戦とは何も考えずキバをはわす。いや、これ多分ね、お、なんか来た、来た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 。うわー、ないやろ。やったか分からん。それグレやったでかいの、グレやったでかいの。あー、やっちゃった。もっちゃん、浮きがぐーって絞っていって、ふーって絞っていって、ふーって入っていったんですよ。お、やっと来たと思って合わせて、やっちゃった。今日はもうね、まっちゃんに委ねてんねん。まっちゃんにね、委ねてんねん、今日は、うん、任してください。あと30分もある。うん、お、言うたな。まあ、海やからな、わからんからな、ほんまに潮がそんなに走らないのと、餌取りもいないんで、ちょっとこの左側の払い出しというか、キワ寄りのところをちょっと狙ってますね。あー釣りたい。ほんま何にもらんもんな、魚が。すごいな、これ2月とけたらわかんねえで。まだもう12月ですよ。もう塩なんやろな、これ多分。なんか嫌いな魚が動かない塩なんやろね。まっちゃん釣ってくれよ。あと10分やろ。もうこれはあれや、あっちこっち作戦。今ちょっと足場が高いんで、仕掛けがあんまり、仕掛けが馴染みが悪かったんで、ちょっと重り追加して馴染むようにしてみました。よっしゃ、もっちゃんやった。それっぽいの、それっぽいの。
それグレっぽいの？慎重に行くよ。うん、絶対それグレっぽいよ。グレちゃう？それお、グレちゃう。よっしゃ、うまい。ラスト1投ね。やったな、よかったな。もうこれ、白松さんにこんな作ってもらえるなんて。よっしゃ、はいはい、はい、いやー、両家両家やった、まっちゃんまっちゃん、よかった。はいはい、はいはいはい、ラスト1投、もうメンタルオレオレの前に可愛いまっちゃんサイズが来ました。僕はあの、オワセちょっと初めてだったんですけど、ちょっとこれが初グレになってですね、かなり嬉しいです。ちなみにもう餌取りも何もいなかったので、何も考えず、あちこち重宝でやりました。キバウキ攻めラージの、4プラス2を使って、棚が2キロ半ぐらいですかね。そのぐらいでちょっとなじませといたらギガシューと入っていたんで、ラスト1分前に、はい、なかなか渋かったですけど、もうグレシーズン開幕なんで、皆さんぜひグレ釣り行きましょう。ということで上がってまいりました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、今日はね、朝一白もちからね、お題を出されました通りに、なんとドラマ魚を出しました。素晴らしい、まっちゃん。よかったね、まっちゃん。まっちゃん、ね、サイズはあれですね、まっちゃんね、ご愛嬌で、まっちゃんサイズってことで全然いいですよ、うんうん、35センチぐらいあったから ね、うん、まあ、カフレシーズンこれからということでね、来させていただいて、なんとか釣れてよかったと思います。で、白町全然いなかったんですよ、働きすぎてね、うん、ほとんど寝てました。そうね、寝ちゃいました。今日は、ね、今日はちょっとね、今日ちょっと お眠タイムがね、ありましたね。どうも申し訳ございません。本当です。まあ、今回の主役はまっちゃんということでね。ですか。やってくれたんで。まあまあ、でもね、朝言われた通りにビシッとさせていただきました。うん、まあ、カンクレシーズンこれからですので、ぜひまたあの大きいのどんどん出ますよね、こちら大和方面。そうですね。大和はもう これからずっといいですからね、2月ぐらいまで。うん、で、季節風が吹いてもですね、まあ、あの海が穏やかになるんで、そうですね、うんうん、これからの時期はもうおすすめなスポットになりますよ ね、はい、行きたいと思います。今度は寝ないでくださいね。いやいや、今度はね、楽しみにしますので、はい、よろしくお願いします。はい、一日ありがとうございました、はい、お疲れ様でした。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。釣り人の休日を応援するエサ吉。